ローマ帝国時代のラティウムとカンパーニアを示した地図。アブラハム・オルテリウスの制作した古代ラティウムの地図。ラティウムは、イタリア中央西部地方を指し、ローマという都市がここに建設され、ローマ帝国の首都に発展した。ラティウムは、本来、火山性土壌の肥沃な三角形の狭い地域で、ラテン人部族が住んでいた。テベレ川の左岸に位置し、北はアニオ川まで、南東は、 ポンピティナ・パルスまでであり、この出現は、マラリアの発生する沼地として、当時は、人間が住める場所ではなく、その南端にチルチェオ岬がある。テベルガーウガンは、エトルリア人の都市ウェイの支配地だった。後にローマは、ウェイとその部族を打ち破り、ラテウムが北東に、アペニン山脈まで広がり、南東の沼地の反対端まで広がった。現在この地域は、イタリアのラツ州であり、 今もラティウム地方とも呼ばれるが、その範囲は、かつてのラティウムよりやや大きい。ラティウムの先住民である、ラテン人の古代の言語は、ラテン語やロマンス諸語の源流である古ラテン語のもとになった。ラティウムは、ローマというローマ帝国の文化的、政治的中心地を生み出したという点で、歴史上重要な役割を果たした。そのため、ラティウムには有名な芸術作品や、 建築作品が多数存在する。基地の最初期のラティウムはラテン人の故郷であり、ラテン人が住む地域の中心には、ローマから南東に20キロメートルほど行ったところにある巨大な死火山、モンス・アルバヌスがあった。その中心には、直径数キロの楕円形のカルデラ湖、ラクス・アルバヌスがある。二番目に高い峰の頂上には、ユーピテル・ラティアリスの神殿があり、ローマに、種属する以前は、 ここがラテン人国家の中心であり、ローマ人も後に、ここで宗教的式典を催した。中世紀まで古代の神殿が建っていて、修道院などに利用されていたが、最終的にはホテルとなった。これをドイツ国防軍が無選挙区に転用し、1944年にアメリカ軍が上陸して、それを占拠した。現在は、 多数のアンテナを立てた無線通信局になっており、警官にふさわしくないということで評判が悪い。ユーピテルを国家の神とし、その部族名がラテン語の元になっているという点から、ラテン人がインドヨーロッパ語族だったことは明らかである。アウグストゥスの時代の詩人ウェルギリウスは、ラテウムの語源を隠れただとしている。これは、ラティウムの黄金時代の支配者だったさ。 トゥルヌスの神話に由来し、サートゥルヌスがこの地でユーピテルから隠れたからだという。紀元前5世紀のラテウムの諸民族後に、ラテウムとなった地域には、青銅器時代初期から農耕民が定住しており、古代ギリシア人も未経年時代初期からその地を知っていた。その頃は、インドヨーロッパ語族とそうでない人々が混在して、住んでいた。その地名は、ラテン語のレイトスからの派生という説が有力で、 平らな土地であることを表しているとされているが、ラテン語より古い非インドヨーロッパ語族の言語が語源という可能性もある。エトルリアを故郷とするエトルリア人は、紀元前8世紀頃からラティウムに文化的にも政治的にも強い影響を及ぼした。しかし、当時は古代ギリシアと同様に小さな自律的都市国家単位で運営されていたため、エトルリア人がラティウムを 政治的に支配することはなかった。実際この地域は、キリシャ本土の都市国家から地理的にも近く、文化的に大きな影響を受けていた。古くから、イタリアの人々と交易していた、フェニキア人は、シチリアの大部分も支配しており、ラティウムの発展にも影響を与えたと考えられている。ラティウムでのエトルリア人以外の最古の定住地としては、半ば神話となっている都市アルバロンガがある。 アルバロンガは、現在のローマの南東に位置していた。ティトゥス・リウィウスや他の古代の権威によれば、エトルリア人の拡大を防ぐことを目的に、都市国家軍が、ラテン同盟を結んだのがその地だという。都市国家ローマは、政治的にも、軍事的にもこの地域を支配するようになり、紀元前7世紀中頃には、アルバロンガを打ち破ったとされている。ありがとうございます。